どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、竜はごとくオンライン、ガチャ引いていきたいと思います。はい。極み2のイベントが開催されましたね。うん、ね。まあ、1が終わって。うん、で、今回また新しく出てきました。スゴロクだね、うん。確か。もうアップデート直後なんで、これ撮ってるのが。うん、まあ、多分出るのは明日になる気もするけど、動画としてはね。うんうん、マムシと鬼瓦の事件簿。はい。なんかこの事件簿のフォントやばくない？見たことあるよね。じっちゃんは、じっちゃんはじゃねえ。じっちゃんの何かけてた？じっちゃん。じっちゃんはいつも一人です。コナンのやつとまずい理想になっちゃった。まあまあ、そんな中、河原さんと別所さんのお二人が出てきましたよと。見てみましょう。はい、また300、600、900、1000で、どっちか1体確定のステップアップですね、うん。もうこれさ、ステップアップじゃなくて、セレクトゲージ溜まるようにしてもらえたら嬉しいんだけど。うん。と思いつつ。はい。長えな、今回。府警組織犯罪対策部、四課課長。嘘でしょ？長いね。長いわ。別所さんですね、はい、木村雄一さんでございますね。体属性の防御というところですと、こんなにさ体型スッとしてたっけ。してたか。してた。もうちょっとなんかポテッとしてるイメージだったんだけど、気のせいか、うん、めっちゃ長くない？別所の上に書いてあるこの文字長、大変な感じだったけど、でも渋くてかっけえけど、今ね、室内でのね、喫煙結構今難しくなってるんですよ。残念ながら。よし。いくぞ。リーダースキル、全味方の防御力が 15% 上昇、うん。で、バトルスキル、クールタイム12、味方全体の防御力を8秒間 40% 上昇と、攻撃力の高い敵2体の会心率を8秒間 20% 減少、うん。で、ヒートアクション、消費ゲージ4のクールタイム15、味方全体で10秒間の不死。公務員以外の味方は 40%、 公務員は 10% 増加で、致死ダメージをヒットポイント1で耐える、うん、と、自身のスキルクールタイムを10秒間 30% 加速で、アビリティの1、防御タイプの味方の回避率を 5% 上昇、うん、アビリティ2、防御タイプの味方へ 10% 分状態以上を除く全ダメージカット、うん、奥義が防御陣、うん、特性が公務員、体力 23,295、攻撃力 3,687、防御力 4,759、速度 263 と、うん。はあ、まあまあ、防御力はまあ防御タイプだし高いよねっていう話ではあるんだけど、うん、ちょっとややこしいのがヒートアクションかな。公務員以外の味方は 40% で、公務員は 10% 増加って言ってるから、うん、50% ってことで合ってるかい？そうだよね。そうなんだな。基準値が 40% ってことだもんね、うん。で、プラス公務員は 10% さらにだから 50% になりますよ、うん。っていうことなのかな。とは思います。で、まあ回避率も上げるし、まあ全ダメージカット、防御タイプのダメージカットもついてます。で、会心率を下げる。で、味方全体の防御力と、40% 上昇か。おー、まあなんか、典型的な防御タイプみたいな感じだね。まあ結構その、なんだろう、秘密を守ってたというか、うん、そういう意味だと防御タイプなのか、という気もしなくはないけど、うん、なんかそうね。でまた防御陣ともうガチガチだねこの人ね、うん、でも葉っぱの心得か、葉っぱに見えちゃった。恫喝やら眼光やら、ね、へえ、まあまあまあ厄介ではありますね。もう長すぎてもうここ入りきらなっちゃって、ね、ギリギリよ。もうこれ以上入んないよね、うん、この字は。最悪2行になる可能性もあるけど、今後ね。じゃあまあまあ次行ってみましょう。こっちも長えな、おい。
両方長いんだね。ギリギリのところを攻めてくる。警視庁公安部、噛んだ。噛んでない。外事？外事なのかな？二課？警視庁公安部外事二課刑事、河原二郎。技の攻撃タイプ。寺島さんですね。そんな役職だったんだ。だったっけね。公安部っていうのは分かる。公安って言ってたのだけは覚えてる。あ、二課とかね、その辺分かるけど、うん、外事なんだね。ね、外事？外事？外事？ちょっとあんまり。ごめんね、漢字読めなくて。警察のことには詳しくなくて、うん。技の攻撃タイプ。また長えな、おい。これもこれで。うん、長い。まだあと1文字入るよ。そうだね。だからさ、2人ともさ、名前3文字なのにさ。だからかな。だから上な、上長くしたんじゃん。ちょっと寂しかったんじゃん。あ、そういうこと？刑事って書いてだけだとダメだったの、うん、まあいいや。行くよ。リーダースキル。警視庁いるのかな警視庁いらなくない？公安部外貨二課刑事とかでもよくない？外事ね。外事か。外貨じゃねえや。まあそもそもここだってなんか異名みたいの入れたりしてたんちゃうんかっていう話だ、ね、そうそうそう。異名とかなんかその人のイメージに。たまにただの職業の紹介になるよ。たまに。うん。じゃあもう、はい、行っていい？どうぞ。はい、リーダースキル。公務員の特性を持つ味方の会心率、会心力が 25% 上昇、うん。バトルスキル、クールタイム12、敵単体へ攻撃力 900% 攻撃と、うん、状態異常中の敵へ攻撃力 500% 追撃、うん。ヒートアクション、消費ゲージ3のクールタイム13、敵ランダムに4回攻撃力 200% 攻撃と、6秒間の回復負荷、うん。で、アビリティ1、状態異常中の敵人数 ×8% 自身の攻撃力上昇、うん、アビリティ2、状態異常中の敵人数 ×20% 自身の状態異常になる確率減少、うん、で、奥義が攻撃陣、特性公務員で、ステータスが体力 21,945、攻撃力 5,188、防御力 3,559、速度 235、うんということですと、この前出てきた伊達ちゃんに続いてまた緑の技の攻撃タイプの公務員って感じだね。うんうんうん、まあ、リーダースキルは会心率、会心力 25% 上昇だったら公務員、まあ、それこそキラサヤマさんも出ましたし。出ましたしね。うん。で、攻撃陣でしょ。うん、まあまあ、キラサヤマは高連陣だけどさ、うん、伊達さんも攻撃陣だったね、確かね。ついこの前出たやつ。俺は取れなかったけど。取れなかった。うん。バトルスキルも 900% プラス 500% 追撃。うん、へぇー。というか、状態異常かけりゃかけるだけってことなのね。うんうん。だから、それこそあれなんじゃないですか。キラーサヤマ持ってる方とか、親子で使ったら強いんじゃないの？ねえ。封印かけたら、それだけで攻撃力上がるわけだし、500% の追撃も飛ぶわけだし、みたいな。うん、へぇー。なんかまた、最近公務員が、暑いのか、うん、どうなんだろう。なんかあれだよね、公務員が上がっていけば上がっていくほど神宮が活躍する余地が出てくるから若干尺な部分もあるけど、まあ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 、でもあれなんだな、今ちょっと公務員ブームなのかな、ブームが来てる。で、あと最近奥義あれだね、攻撃陣か防御陣だね。そうだね。なんかあれなのかね、ドンパチの原点回帰みたいな感じの狙いなのかな。使ってね、使ってね、みんなで殲滅取ろうねみたいな、ね、闇討ちとか教習最近出てないもんね、うん、ちょこちょこ出てはいるのかもしれないけど、でも最近あんまりなんか印象にないな。ないよね、あのでかいバフ持ったやつとかも出てこないから、うん、なんかまたちょっと潮目が変わるのかしら、ね、変わってるのかしら、もうすでに。その辺はあまり詳しくないけど、ドンパチ上手じゃん。最近噛むな。どうした？上手じゃないからさ、わかんないんだけど、うん、まあまあ、そんな2キャラクターでございます、はい。まあ、2人とも渋い感じですね、うん、まあ結局欲しいんだけどね。結局ね、すごろくの特攻だしね。じゃあガチャに行きましょう、うん、よし、出てほしいね。出てほしいわ。もう、いやでもチケットの方は結構最近出てくれてる部分があったりしてる気がする。こっちだよね。そう。78枚あるね。うんうん。ワクワクする。
一応50枚ぐらいは引こうかな、はい、と思ってるけど、うん、まあ、0.5% ずつで、あ、エドがおる、いいね、ラウさん、あ、アラセとナナメさん、ナナメさんにそんな反応するのなかなかと、秋山さん、結構いるな、あ、キリュウちゃんの昔、ゼロキリュウもいるじゃん、うん、で、ユウヤ、あ、ジュンギもいるし、あ、ジュンギって言い方なかなか聞かないけど、反ジュンギ、え、で、沢村由美、寺田、あれ結構良くない？うん、あれ、なんか修羅錦いないやん、何人かもな、修羅錦いてくれてもよかったのね、こんな方、まあでもいいよ、荒瀬とかいるの、なんかちょっと熱いね、熱い、よし、じゃあ引いてくぜ、えい、頼む、めっちゃあるじゃん、めっちゃあるよ、あ、これ、これ、このロードはいいです、いいロード？なんか長いし、うん、来た、これは、はい、来た、あ、緑じゃん、いいじゃん、まだいけるよ、緑じゃん、まだ、まだある、まだあるよ、まだいけるよ、どう？どんな感じ？いやー、そうか、よし、よし、まだいける、続き、頑張れ、頑張れ、さあ来た、うん、赤、赤、まあ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 、来たよこれ、はい、あ、来た、はいはいはい、来たね、これ来たんじゃない、長かったし、あ、これはもう、これはもう来たよ、これはもう、うわお、マジ？これ、二人といたいね、二人いる説、お願い、二人、バッチリ来て、一人目は、まずはこっち、はいはい、河原さん、ありがとうございます、そっちはこっちが、そしたら、うん、あれよ、別所さんに、はい、はい、うーん、河原、ありがとう、ありがとう、すげえ河原さん来た、いいじゃん、いや、いや、でもでもでもめっちゃいいな、今いい流れ、30年目行くぜ、あ、これまた長い、来たんじゃない？これ来たんじゃない？え、なんで？どうしたの？ちょっと。どうしちゃったの？これ、ちょっと今、あれなんじゃない？ガチャ上手になったの？あれ？上手になった？運が向いてきてる？あれ？あれ？お？それか？あ、図に乗ったわ。図に乗った。図に乗ったな、今。うん。いや、まあまあ、まだまだまだ行くよ。40連目。来い！来い！赤、また長いよ、ほら、長いぞ、これ来た、おおおお、これ入ってるよ、これ入ってもう入ってますよ、青いな、いや、いや、でもこっからの、こっからからの割れる、あれあれ、え、なんでロード長いんですか、ただロードが長いだけ、長いだけただ長いだけだな、いやー、そっか、でラスト10連ね、もうこれで50だし、もうラスト、残りはちょっと次にチケットは回しときたい、次はさ、ガチャ券使えないよきっと、いくぜラスト、これでもういいよ、はいはいはい、いいね、これは絶対、これ割れてくれてもいいんだよ、パリン、今割れるの期待したでしょ、期待した、レインボー、レインボー、あ、でもレインボーも今回さ、今回ちょっと嬉しいのが出るかもしれないから、お願い、嬉しいの、誰か、じゃあそれはちょっと、うん、それはもうスクラッチでたくさんいっぱいいるよ、あー、どうしよう、ファイナル、もうじゃあもうこれ、これでもうこれラストにします、うん、これでラスト、今乗ってるからさ、そう、乗ってるから、これでもう、まあ、また長いじゃない、ちょっと短いか、いや、あ、おお、え、すごくない、すごい、全部ほぼ割れてるじゃん、やばい、やばくない、なにこれ、すげえ、やば、
誰かいい人。あーうーんうーんで誰うなーんうーんうんうん、緑がいっぱい出るね。緑めっちゃ出たな。緑だけ出たな。うん、アラセ出ず。いやアラセの前別所出ず。別所です。いやまあまあでももう河原さん2枚いただいただけでね、うん、あれですよ、もう十分ですよ、うん、これでもうスゴロクの特効も手に入ったわけですから。やったじゃん。あ、うん、いいな。そうだそうだし、あの BS もなかなか強そうなんで継承とかで使えるかもしれないんでね、うん、まあ、これもちゃんと大事に使っていこうかなと思いますよ。はい、はい、じゃあポチに変わります。はい、はい、ポチの番、うん、なんですけど、ちょっとこれ見ました、はい、今見てる。見てこれ、うん、真島さんがいるよ。あ、しかもあれだね、ヘルメットかぶってる。そう、これはもう来るでしょ。もうポチダイヤ貯めなきゃいけないって今思って。あ、なるほどね。そう、あ、そういうことね。これ貯めなきゃいけないよ。どうしよう。この別所さんたちが今出てきてるというのにお前はそうやって。ちょっとすごい気になる。あれなんですね、男の約束かな、来るなら。どこで来るんだろう。強敵、強敵かも。強敵かな。いやまあでもあれだね。いやでももうそんなもう真島さんに心惹かれてたらあれだわ。出ないって、公務員2人が来てくれないわ。そんな、ならさ見て、ダイヤが495しかないから。あのキラサヤムさん取れなかったけど持ってかれちゃったからさ、はいはいはい、ちょっと今から貯めるわ。まあ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 、まあ今回はチケットなのでね、はい、ちょっとガチャガチャ。真島さんが来る、そっちかいと思っちゃった。わかんない、ワクワクしてるもん。写真はイメージですかもしれない。たまこちゃん、ガチャ券あんまないんだ。あ、なん、あ、あんのか。あ、でも38やって確定、確定 SI 確定 30%50%。 あ、まあまああるじゃん。まあまああるね、うん、よし。まあここでね、スゴロクで流玉とか貯めたいからね。まあそれはそうだね、間違いない。お願い、チケットも貯まるからね。そうね、赤チケとかね。来い。いきなり赤いけど。よっしゃ、これ来たぞ。ここには別所さんが入ってる。おお、別所。いきなり赤いな。ああ、下がった、別所いない。いや、さっきまでいたって言おうとしたのに、なんでなんでさ、一回下がったんだ。ああ、怖いやつ、怖いやつだね、これね。このさ、後から赤から金に変わったやつが変わるよね。あ、なるほどね。って思ってる。うん。うん。うんうんうん、これを、やっぱり、ね、いくよ。レインボー。さっきまでいたんだけど、なんだ、真島さん好きなのかっつって。ふーん、って言って、変わっちゃったの。そう、ほな。大悟が来た。大悟が来た。もっかい。緑来やすい、技来やすい今回。え、技ばっかりだったっけ ?SR。そんなことないよね。いっぱいいたよ。白、白はやだ。熱くなってきたぜ。白から青。そして気持ちここにあらずがバレてんのかな、うん、バレてんだな。心ここにあらずだからね。気持ちここにあらず。何その。しょうもない日本語。ああ、じゃない。ラスト、しれっと引いてくじゃん。ラスト、ラスト。もうダメだ。気持ちがないのがバレてる。気持ちがないはダメだよ。うん、だって、だってさ。まあ、もうでもね、あの、ヘルメットの真島さん見せられちまったら、見せられちまったらもうさ、そりゃもうさ、伊達さん出たな。めっちゃ来たじゃん。ここは欲しいから、引いてくよ。もう、もう惜しみなく、惜しみなくいく。ガチャ券は、これ8枚どうしようか。8枚やっちゃおうか。どっちでもいいと思うけど、8枚やっちゃえ。でもさ、そのあと2枚の代わりはないでしょ。真島さん取れるっていうガチャだったらどうするの。え、すげえスキップしたじゃん。何その動揺してスキップしちゃった今。何その
ガチャ動画撮ったことないんか。動揺してスキップしちゃったじゃん。で、必ずしもドラゴンフェスとかじゃない可能性があるわけだ、ね、真島さんはチケットじゃないよ多分。もう一通り出てくからね、真島さん。キラダのブラック、チケットじゃない気がする。ブラックは出てないけど、デスアイル以上だから。早く早く、大丈夫、早く早く早く、せかすんだよ。ないのか。ほら、公務員来たよ。違う、やったな、やったじゃねえか。チケットを、お、 SR 以上の力を見せる時が来た。見せろ力を、見せろ、俺はできるんだってところを見せてやれ、見せてやれ。見せたでしょ、どうやって言ってきて。懐かしいな。何が？今の子、八乙女だって。八乙女さん。昔使ってたな。変身に来たよ、あの子。あ、なるみさんも。なるみさんもね。なるみさん綺麗なの。もう、あ、綺麗綺麗、本当にね。うん、なんで？お？うん。お、これは。これはすげえ、散々降り散らかしてきたからのでーん、あんだけ盛り上げといて SR なんかい。なんだよ、最後ぐらい出てもよかったじゃん。いや、ちょっと30%だね。もうどうせ真島さん確率上げてこ、狙いなんでしょっていう。でも確率上げてこわ、どうせ公務員には興味ないんでしょ。公務員とか今ちょっと確率今上がっていくから、 30% の確率だよ。 30% の確率、嘘だよ、 30% だよ、 30%。 お前ちょっと頑張って、 30% 券ぐいぐい、ね、次 60% 60% じゃないの、だから 60% 足されないのよ、何度も言ってってるの。来た 60% じゃん、終わったな、さすが 60% 券割れたな。来たじゃん、ほら。これ別所さんよ。見てろよ。ナイスカワラ。カワラさんだった。ナイスカワラ。嬉しく。よろしくね。ありがとう。来てくれて嬉しいです。60%。次。あ、まだ行くんだ。90%。行くよ。行くよ。どんどん行くって言ったでしょ。どうすんの、そのチケットで本当にあのヘルメットかぶった真島さんが強敵とかのガチャで出てきたら。また貯める。そっか、また貯めるよ。じゃあ確定は残しとこうか。そっかちょっと日和始めたじゃんちょっと日和始めたじゃん、全部使うみたいなこと言うといて確定は残しとこう。あ、オッケーオッケー、ちょっとね。あ、なるほどね。確定は残しとこう。90% の計算だったんじゃない？あれ 90%、 残りの 10% だったわ。いや、なるほどね。もう残りの 10% だよこれ。すげえな、 70% だ、ね、そっちは 70% の方だよ。 10% か、 10% だったわな。何言ってんだ、ある意味当たりだね。 50% 確定権なくない？確定はじゃん。ああ、1枚あるか、うん、やめてよ50% 半分の確率で別所さんが来るからさ、うん、見てな。今2枚残してた、2枚あったわけじゃん。うん、支部だったね。でさ、仮にさ、お前のその足していかれる理論でいくんだったら 100% です。次のガチャの時に2枚残してて 100% で真島さん取れた可能性あるよ。そうだよ。でも今引いちゃうんだ。引いちゃっちゃ、そっか、で外すんかい。これは 50% だね。松田はよく出てこない。次 100% なんだけど。あ、引くんだ、すげえだお前。次 100% いくよ。おお、ぐいぐいいくね。これでラストだって。あ、え、 100% なのに違うよ、だから頭が悪すぎるのよ。熱くなってきたぜ、はい、またお前ちょっとあれなんじゃない、松田かもしれない100% 外してくるわ。あ、小石水か。なんてこういった。お前またあれだね。え、
別所さん見せれずじゃん。見せれずだね。まあしょうがない、ガチャってそういうものだ。真島さん剣で来るかな。強敵だったら剣で来るんじゃない、さすがチケットで来るんじゃない。わかんないけどね、そもそもね、あの絵にあったからといって、まああの絵にあったら来る、来るよ、絶対来るよ。じゃあしょうがない、うん、河原さんで回るわ。そうだね、すごろくは、まあ、それでも全然、いやでも取れたからよかった。うん、うん、よかったよかった。じゃあまたあれだね、何パーセントチケットとお前和解しなきゃいけなくなるかもしれない、ね、そうだね。ちょっと 50% 2回外すってなくない？なかなかだよ。まあスパロボとかだったらよくあることだ。あ、そっか、うん、まあまたチケット止めて、まあ、まあお互い取れたんでよかった。うん、よかった。じゃあスゴロク頑張って回りましょうね。そうですね、ちょっと回るのいつもなんか遅くなっちゃうけど、頑張って回りたいと思います。まあ、まあゆっくり回りますよ。そうですね、はい、はい、それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。